はい、こんにちは、せいじです。今日はですね、こちらですね、インテリアのメッキ化に挑戦したいと思っています。まずですね、ここドリンクホルダーのメッキ化ですね。それからシフトパネルのメッキ化、そしてエアコンパネルのメッキ化です。こちら3点挑戦していきたいと思っています。それでは行ってみましょう。はい、準備してあります。こちらですね、道具はいつも通りこれくらい用意してあります。はい、こちらがですね、ドリンクホルダーのですね、ステンレスメッキとなります。はい、はい、それではですね、スプレーしてきれいに濡らして、そして清掃していきます。こちらですね、このメッキパーツ部分ですね、ここきれいに清掃して取り付けていきます。同じくですね、シフトのパネル周りもきれいにしていきます。そしてエアコンパネル周りもきれいにしていきます。あとはですね、このようなカーパーツクリーナーでやはりですね、スプレーしてきれいにしていきます。油を落としていきます。よいしょ、ね、コンパネルマークも同様です。でこちらはですね、今1に目しました。で仮にマスキングテープを留めてあります。でこちらがですね、両面テープがついていますので、こちらを剥がして留めていきます。はい、マスキングテープを剥がしまして、今ですね、留めていくところです。はい、こちらギアシフトパネルもですね、今1決めして仮止めしています。で後ろのですね、両面テープを剥がしてこれから止めていきます。このようにですね、両面テープがついていますので、これを剥がしていきます。そしてそれから止めていきます。はい、できました。ちょっとですね、両面テープがもともとついてたのが弱くてですね、ちょっと貼り直しました。上からこちらですね、布用の薄型の、両面テープ、強力なやつをですね、もともとついてるところの上に貼って止めました。そうしたらですね、ペコペコ言わなくなりました。大丈夫ですね。スイッチ類も押せますね。それで、はい、ダイヤルも合わせますし、大丈夫そうです。それでですね、やはりこの季節寒いので、両面テープの付きが悪いようで、室内温度を思いっきり上げて、今両面テープが付きやすい温度にしてちょっといます。28度、26度とかにしてたんですけど、はい、こちらもですね、貼り替えました。ちょっとベコベコしてたのでですね、はい、布用のそうですね、上から止めましたらですね、大丈夫です。ペコペコしなくなりました。はい、来ました。